ケル DIY のマチョです。今日はこのお風呂のドアをキッチンハイターで綺麗にしていきます。このお風呂のドアなんですけど、まあ、結構この黒い黒カビの汚れが発生してまして、このキッチンハイター等の塩素系の洗剤で落とすことができますので、こちらのね、今日キッチンアワーハイターを使って綺麗にしていきます。これが作業前のドアの様子です。遠くからでもね、まあ、黒ずんでるの分かるんですけど、近くに行くとこのパッキンの部分ですね、こういうところに黒カビが発生してますんで、ここを綺麗にしていきます。本日使用する道具なんですけど、この3点になります。でまずは泡ハイター、そして泡ハイターを伸ばしたり、まあ、あとドアを拭いたりするスポンジ、そして隅々を掃除する用のブラシ、この3点を使ってこのドアを外さずにきれいにしていきます。作業の前に泡ハイターを使う上での注意点があります。まずはしっかり換気をして行ってください。次に必ずマスク、あとはゴム手袋、そして高いところ等を掃除するんで目に入ってしまう危険性がありますんで、ゴーグル、保護眼鏡等をして作業をしてください。もちろんのこと、全裸でやると大変なことになりますんで、上着、ズボン等はしっかり履いて作業を行ってください。お風呂だからといって全裸は危険です。はい、では始めていきます。まずは泡ハイターをドア全体に吹きかけていきます。上から順にやっていくと効率が良いです。泡ハイターをかけるときはもう迷わず全体に吹きかけてください。決して泡ハイターが垂れてくるからって慌てないでください。笑んとこだよ。下側も同じように全体にかけていきます。本当にね、ハイター等の塩素洗剤が目に入っちゃうと危ないんで、しっかりねゴーグルはしてください。はい、ではね、泡ハイターを全体に引き上げましたら、このスポンジを使って泡ハイターを伸ばして全体に浸透させていきます。もう軽くね、泡ハイターを伸ばして全体に泡が来るようにしてあります。こんな感じで全体に引き伸ばせれば OK です。で泡ハイターを全体に伸ばしてからだいたい5分から10分ぐらい放置して、泡ハイターを黒カビに浸透させてやってください。では扉全体に泡ハイターを広げ終わりましたんで、5分から10分放置していきます。これでハイターが入った。更衣室側をつけ置きしている間に浴室側も泡ハイターを引っ掛けていきます。シュッ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 これね、まあ後で作業を流して見てもらえば分かるんですけど、この浴室側はすごくやりやすいんですよ。でもシャワーかけるだけなんで、ただね、更衣室側はね、ちょっと大変ですね、掃除が。まあ泡は結構垂れてくるんですけどね、本当に慌てないでください。泡ハイターの日に何度も言いますよ、泡ハイターだけに。では吹きかけたのと同じように広げていきます。では全体に吹きかけ終わりましたんで、あとは5分放置していきます。時飛ばし。はい、では5分間放置しましたんで、ドアの方を拭いていきます。おや、何か動いてますね。この5分放置してる間にどうやら浴室に何か住み着いてしまったようです。おお、翔太、何してんだ。見ないで。おお、はい、ではね、掃除をしていきます。まずはこの透明な部分をスポンジでしっかりと拭いてやって、こすり終わったらブラシで周りのパッキンとかを掃除していきます。腰が入ってないよ。腰が入ってないですか。どういう風に入れればいいですかね。いい感じですね。いい感じですか。ドアが開くのがちょっと大変ですね。僕ね、結構鼻息荒い方なんですけど、マスクとゴーグルしてると
このゴーグルが曇って仕方ありません。さっきから慌てないでくださいって言ってるんですけど、ちょっと慌てちゃいそうです。アバハンターだけに使わない、飲んでろ飲んでろ、認めないよ俺は、飲んでろ。今のあのね、この動画のポイント、そうだ、ポイント、爆伸びポイント。では、透明な部分ね、拭き終わりましたんで、次は歯ブラシで、この隅を洗っていきます。結構ね、固めのブラシを使った方が汚れ取りやすいんで、固めのブラシを使ってください。では、この黒カビのところね、結構溜まってると思うんですけど、これ磨いたらどうなるか、お見せしていきます。取れねえぞ。取れんな。まあ、今ね、あの隅の方を磨いてってるんですけど、この黒い汚れ分かりますかね。結構ね、黒カビの汚れは取れたんですけど、このまだ黒いのがね、取れません。でこれなんですが、カルシウムが蓄積した汚れかと思いますんで、この塩素系では落ちないので。あとで酸性の洗剤を使って落としていきます。で注意なんですけど、今これ塩素系使ってるんですけど、塩素系と酸性の洗剤が混ざってしまいますと有毒なガスが発生しますので、必ずね、塩素系の洗剤を使った後は水でよく流してから酸性の洗剤を使ってください、はい、ではブラッシングし終わりましたんで、あとは水拭きしてこの洗剤を取っていきます。まあ浴室側は結構簡単なんですけど、こちらは水拭きで真っ直ぐに落ちるまでやってください。ではね、更衣室側のドアを拭き終わりましたんで、水で落としていきます。これは V 字に、ね、折り曲げてやると更衣室側に水が出ることなく、シャワーで泡を落とせるんで、すごい楽です。はい、ではね、浴室側の方も拭いていきます。ちょっと作業する前になんですけど、僕の熱気と鼻息でもうゴーグルが見えてません。はい、こんだけです。先ほどと同じように、まずはこの透明な部分しっかり掃除していきます。透明とか拭き終わりましたんで、歯ブラシでどんどん出していきます。さあ、一旦拭き終わりましたんで、水で流していきます。まあ、こちら側は何も考えずに洗ってくるんで楽ですね。黒カビ汚れに対してはだいぶ綺麗になったんじゃないでしょうか。ドアの方は、この黒いカルシウム汚れ以外は綺麗になりましたので、サンポールでカルシウム汚れを掃除する前に、このサッシの方ですね、掃除していきます。サッシの方もこのキッチン泡ハイターを使用して掃除していきます。サッシね、全体をね、掃除していくんですけど、まあ、この動画ではこの下の部分をピックアップして掃除していきます。ではこのハイターつけていきます。で、汚れ具合にもよるんですけど、ここそんなに汚れてなかったんで、つけ置きなしでもう磨いていくだけにします。ほら見てください、これ分かりますか、すごい汚れが取れてますね。ご覧ください、だいぶ綺麗になってるんじゃないでしょうか。見てもらえば分かるんですけど、まあ、最初ありました黒いカビ汚れ等は落ちて、このね、パッキンもほとんど白くなっております。ただね、この一部、このカルシウム汚れというものが、積もったやつは塩素で落としきれなかったんで、こういうところを今からサンポールで掃除していきます。では、続いてサンポールでカルシウム汚れを掃除していきます。サンポール大臣。はーい。では、ここからはサンポール大臣にお願いして、このカルシウム汚れを取っていきたいと思います。どうも、助けの DIY のマッチョンです。おい。間違えた。翔太です。では、これから、このサンポールを使用してカルシウム汚れの方を落としていきます。では使い方は、もうそのカルシウム汚れのところに直にサンポールを垂らしていきます。
サンポールの方を今かけていきましたので、その上にこの使い捨て用のペーパーを貼り付けていきます。でもそのままだとうまくくっつかないので、この上からサンポールをさらに垂らして引っ付けていきます。こっち側も同じように貼り付けていきます。で、今サンポールをペーパーに浸して付け置きしている状態なので、10分くらい放置しておきます。では10分経ちましたので、ペーパー剥がして歯ブラシでちょっと磨いていきます。真っ赤に落とせなかったこの汚れ、果たして落とせるでしょうか。じゃあ磨いていきます。落ちてるか？落ちてないじゃん。表面上の汚れは取れてるんですけど、ちょっと間にこびりついちゃってる汚れは落とせないですね。ちょっとここのこびりついたところはサンポールを追加していきます。もうちょっと強めのブラシで磨いていきます。もっと教えて。黒い汚れ落とせ大臣。かぶってないから、かぶって出さないなんで。黒い汚れ落とせ大臣でも落とせてないもん。大臣なのか、怪しいもんだな。二度と名乗るね。名乗った覚えねえ。いつ名乗った。サンポールでの掃除が終わりました。先ほど残ってたカルシウム汚れも綺麗に落ちているので、これで完了です。ブラシでこすっただけなんですけど、この辺にこびりついてたカルシウム汚れ、綺麗にそっかり落ちてます。ちょっとここの黒ずんで見えるところは汚れじゃなくて塗装が剥げてるだけなので問題ないです。結構汚れてたんですけど、このように綺麗に落ちました。松本さんどうですか、カルシウム汚れ落ちてますか？ぼじぼじやな。ええやんけ。マッチョンにも確認してもらって綺麗になってるということで、作業の方を交代していきます。いやー、というところでね、一通り、今日の掃除が終わりました。ちょっと一人だったんでね、大変でしたけど、まあ、ご覧のように、まあ、新品ほどとはいかないんですけど、まあ、綺麗になっちゃったかと思います。まあね、家にある安い洗剤でできる簡単な掃除方法ですので、ぜひ皆さん実施してみてください。まあ、今日のポイントとしては、まずは、塩素系の洗剤を使うときは換気をしっかりすること、あとは保護具をしっかりつけること、でそして塩素系と酸性の洗剤を、まあ、使うときは必ず混ざらないように、まあ、どちらかをしっかり落としてからやるように注意してください。本日の掃除方法の紹介は以上になります。この掃除方法がいいなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。してねー。イエーイ。では本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。マッチョンでした。